ちは、ぼっくんゲームでございます。ということで、今回はね、ウィニングレベル、スマホ版ウィリアプリの方、実況をやっていきたいと思います。今回はね、ちょっとスカウトについてお話そうかなと思います。まあね、僕が、ちょっと前までね、30万 GP 貯めてたんですけど、だってか、ドスコイパイナップル言うの忘れてましたね。はい、ちょっと、話をね、置いといてと。話置いといてじゃダメ。話置いといてじゃねえや。話をしますと、まあ、僕はね、ちょっと前まで30万 GP 貯めてたじゃないですか。それをね、全部使って大爆死するという、まあ、凄まじい動画をね、何個か前で上げてると思うんですけど、まあ、スカウトでね、基本、ここにね、オークション、エージェントいろいろあるんですけど、オークションとかスカウトってあって、まあ、このスカウトのとこですね。で、ここが僕が昨日かな、昨日出した動画の、ユベントス戦、スーパースターのね、あれ倒した後に、僕もね、後で気づいたんですが、リスナーさんから言われて気づいたんですけど、星5のね、スカウトもらってたんですよ。しかも、北中米、南米といって、なかなか有能なね、星5をもらってました。はい。で、この、まあ、知らない方のために説明すると、この星5だとね、黒玉がね、当たる可能性があります。で、もっとね、絞っていくと、左足とか、ボールコントロールとか、そういう組み合わせ3つまで、組み合わせれるんですけど、それを組み合わせることによって、もう、固定でね、黒玉の選手を当てたりできるんで、かなりね、この北中米、南米、地域北中米、南米がめちゃくちゃ有能っていうことが判明したんですよ。で、まあ、スカウトの相場がですね、まあ、星5はね、なかなか高いですね、やっぱり。まあ、でも、この前の僕みたいに30万 GP か、ぐらいあれば、結構余裕で、まあ、落札できるとは思うんですけど、まあ、見ていきましょうか、ちょっと軽く。ああ、スタミナとかあるね、リフレティング、ベルギー星4とか人気ありそうじゃないこれ。2万2000か。ファースト2万2000ってことは、まあ、ファイナルもうちょっといきますね、やっぱ。どんくらいいくんだろう。そう、オークションあんまやったことないからわかんないですけど、相場的にね、ファイナルはもうちょっと高騰するんですよね。うわ、すげえ、バルセロナ星5ある。これやばいな、高っ。いや、これやばいな。価格 GP 9万7000から入札可能と。これやばいっすね、ほんと。バルセロナ星5で北中米、南米組み合わせたら、メッシ、スワレス、ネイマールとか、まあ、その付近が候補に上がってきて、そこに左足とか組み合わせると、メッシ確定とかね。まあ、そういう感じになるのかな。いやー、でもバルサ星があるのが久々見ましたね、これ。9万7000か、ファースト。まあ、だから30万 GP あったら、まあ、ファーストは余裕でいけると思いますね。はい、で、ちょっとね、北中米、南米のちょっとスカウトのあれを見ていきましょうか。獲得可能選手。めちゃくちゃ有能なんだよね、ほんと。ここにいる選手も、黒玉の中でも本当に上位をひしめくというか、メッシ、スアレス、チアゴ・シューバー、ネイマール、アグエロ、イグアイン、ビダル、サンチェス、ゴディン、ウィリアム、ディマリア、コスタ、カバーニ、ロドリゲス、ハメス、ジョアン・ミランダ、マルセロ、ベロン、ブラボ、フィリペ、ゴンゾロ、ゴロロロロっていろいろいますけど、やっぱね、この上の付近の選手は強いですね。特に、メッシとスアレス、サンチェス、ビダルも有能ですね。ちょっとビダルとか取り行こうかなと思ってます、少しね。北中米、南米で絞れたから、あとはね、国籍とかそういう付近で、チリでね、チリ星5がどんくらいなのかなってあれなんですよね。いやでもすごいな、これ北中米南米はマジで熱いっすね。こんだけ黒玉有能いるってもうなかなかないっすからね。ウィリアンとかもやっぱドリブラーかな、やっぱ僕欲しいのは。ウィリアンだったらブラジルとかそういう付近ですね。待って、北中米、南米だったらブラジルとか獲得できないのかな？ボールコントロールとかそっちの方になるのかな？カバーニも。いやー、カバーニも強いよな。カバーニはスタミナとかヘディングで取れそうだな、結構。それにしても黒玉有能ばかりですね、こう見ると。本当に。なんでね、皆さんね、どんくらいいますかね？星5スカウト持ってる方。オークションなしで、コム戦後にゲットした方、どんくらいいるのかな？結構出ないイメージですね、僕の感覚としては。ほとんど星1とか星3ばっか。星4ももうほぼ出ない。稀に出るぐらいだけど、ほとんど星3だ。この前ね、リスナーさんに言われて、まあ僕も後々気づいたんですけど、星5の、スカウト来てますよってね、びっくりしましたね、これ聞いて。
見たらね、かなり有能なやつが来てたんで、まあね、ぜひね、あの星5のスカウトの、PSDB っていうサイトでね、なんかまあネットで PES でアラベット DB、 まあまあそれ打ってもらえれば、なんだスカウトのこれとこれとこれスカウトですればこの選手当たるっていう、見れるサイトがあるんでね、ぜひそちらの方をね参考にしていただければ簡単にね、どんな選手がスカウトの組み合わせで手に入るのか分かるんで、ぜひぜひ見てない方は見てみてください。でもこうやってオークションリストでも、いろんなお気に入りリストとか、まあ、自分がね、これ、落札したいって思うようなのを、保管しておくじゃないですけど、予約でもないな、なんかこうやっておくみたいなね、そのあらかじめ保存してた状態で検索できる、好きな条件でオークションから検索、これもできるしね、いろんなパターンがあるよね。 GP から検索できたり、まあ、でもオークションもねすごい楽しみですね。これから多分北中米南米星5が来たんで、その分 GP が浮くんでね、まあ、スカウトでちょっと一選手ねどれか狙ってみようかなって感じで今考えてます。まあ、スカウトでねもう選手取った方もね多分何人もいると思うんですけど、僕今回ねこの選手狙いますね。まあでも狙い目としてはやっぱりバルセロナ星5は高いか、でもメッシだったら、この北中米南米だったら、バルサ星5無理なのかな、地域でも多分それはクラブチームでいけるのか、だから、左足とボディコントロールとかそういう感じで取れると思います。ビダルも欲しいんだよね。サンチェス、ビダル、メッシ狙いかな、この中だと。まあでもカバーニもめっちゃ、てか北中米南米有能選手多すぎない？本当に。はい、ということで、まあ今回ね、北中米南米、すごい豪華なメンツね。まあ僕もね、これからちょっとずつスカウトやって、選手もね、ちょっとずつ獲得していければと思います。ということで今回はちょっとスカウト北中米南米当たったので、その報告と、まあ、これから狙っていく選手の説明しました。ぜひ皆さんもスカウトで選手狙ってみてください。多分コム戦後にコムとの、ね、戦いの後に絶対ゲットできるんで、ただね確率的には多分めっちゃ低い、5% 切ってるんじゃないかなってぐらいで獲得できるので、皆さんぜひやってみてください。ということで今回ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらね、僕くん左上のチャンネルから、顔からねチャンネル登録できるんで、やってない方はぜひよろしくお願いします。おすすめ動画も載せています。ではね、また会いましょう。さよなら、バイビー。